こんにちはカラダのエイダにご興味を持っていらっしゃる皆さんそしてカルダのエイダを実際に持っている方も多いかもしれないですねで元々このカルダのエイダっていうのは暗号通貨のアルトコインの一つとして始まりましたで一番最初に暗号通貨というものがこの概念がですね実体化されたのが、まあ、ビットコインだと言われておりますけどもそれはまあ間違いないと思うんですねでビットコインの後に主なアルトコインとしてはイーサリウムっていうのが出てきました そのイースタリアムの次に有力なコインとして体のエダということでね100年から200年続く通貨として打ち出されてきたわけなんですけどもこの体のエダっていうのはすでにプレスリリースああプ,プレセールかプレセールが終わってですね、えー、実際にいわゆる上場をしてその上場後も価格をどん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 変えてきてるわけなんですけども、まあ、これにはですねやっぱこうブームが来てなんか分かんないけど儲かりそうだから買ったみたいな人と あとプレイセールで買って大きな利益が出たから利確したっていう人とまあそういった渦の中で価格がいろいろと変わってきたと思うんですよねでこれからこのカルダノイドといのがどのぐらいの価値をね価格をつけるのかってことはこれは言ってみれば誰にもわかんないんですけども今日お話したいのはねピザの話なんですよ急に話題変わりますけどもビットコインって一番最初1万ビットコインでピザ2枚と交換したっていうふうな そういったエピソードが語られることはよくあるんですけども、じゃあそのピザをね、誰が売ったんやと、どこの会社のピザを、そんなことができたんだっていうふうに、考える人は少ないと思うんですよ。なんとなくね、宅配のピザが送られてきて、1万ビットでちょっと2枚ちょうだいみたいなね、そんなやりとりがあったのかなと、それぞれ想像するかもしれませんけども、これおそらくね、あの、プログラマーの A さん、プログラマーの B さん、プログラマーの C さんみたいな、無名のプログラマーがこうね、 かかかのコミュニティ作ってたと思うんんででですよ SNS なんかででそこでですねちょっとビットコインみたいなのができたんだけどこれちょっと使ってみたいよねみたいなんで盛り上がってきてあのさ B 君 B 君君が注文したピザ1万ビットでちょっと2枚売ってくんないみたいなねそんな流れになってきたんじゃないかなと思うんですよそしたら B 君は、まあ、いいよピザちょっと多めに注文しちゃったんで2枚これ持ってくねみたいな感じでコンコンって個人的に持ってったのかもしれないですよね で、じゃあ、1万ビット送るよ、みたいな感じでね、送ったと。で、これ、もしかしたら歴史上、初めて、1万ビットとあ、ピザ2枚が交換された。つまり、ビットコインでピザが売れた、買ったってことなんじゃないかな、みたいなね。あ、そうだよね。じゃあ、このことを記録に書いとこうか。この事実がもしかしたらいろんな人に伝わってね、ビットコインがついに商品買えるっていう、そんなことが始まったよ、みたいに。 拡大解釈されるかもしれないよね、うん、でも実際ダイヤモンドピザピザロイヤルハットピザカリフォルニアどこの会社にも多分ねビットコインとやり取りしたみたいな記録はないんじゃないかなと思うんですよ調べてませんけどねまあそういうことを想像しながら暗号通貨の世界を旅しておりますビットコインね今300万ちょっと切るような価格でなんか不穏な空気がしますけどもまあけどね体の枝 60円台 ?70 円台なんかある意味安定しちゃったのかなというふうに思いますね。これが高止まりなのか、安値で下げて、そのまま塩漬けなのかっていう捉え方はいつその暗号通貨を買ったのかとかね、自分が初めてその銘柄に興味を持ったのがいつなのか、いくらだった時なのかっていういろいろあると思いますよね。まあこれからも、ステーキングの動画を送ってください。じゃあありがとうございます。ビットコイン。 ピザを買った、うん、確かにこれ個人間の小さなやり取りだったような気がしますね。<laughs> はいじゃあ以上です